おはようございます。2021年11月7日、インターネット聖別会日曜礼拝を始めます。賛美しましょう。救世軍歌集17番、神は独り子。捧げていただきます。天の父なる神様、一週間それぞれの務めを終えまして、今こうしてあなたの御前に集っております。これから捧げられます礼拝の上に、神様あなたの御霊を十分に注いでください。そして私たちが御恵みと祝福に満ち溢れてそれぞれの生活に戻ることができますように、これからの時をお導きください。あなたの御言葉を取り継ぐ御器をあなたが油注いでください。また御言葉からのお勧めをいただく私たちの心奥深くに、神様あなたが住んでくださって、あなたが満ち溢れてくださいますようにお願いをいたします。これから始まる聖別会のひとときをあなたにお委ねし、主イエス・キリストの尊いお名前を通してお祈りをお捧げいたします。
アーメン。それではご一緒に主の祈りをいたしましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。皆様おはようございます。今日は救世軍では訪問サンデーと定められております。私たちの主イエス様は私たちの心の戸を訪ねてくださっています。その訪問に応えて私たち今イエス様を心にお迎えいたしましょう。そして心からの礼拝をお捧げいたしましょう。それでは今朝の聖書をお読みいたします。新共同訳聖書、新約聖書338ページ、コリントの信徒への手紙2、11章16節から33節。もう一度言います。誰も私を愚か者と思わないでほしい。しかし、もしあなた方がそう思うなら、私を愚か者とみなすがよい。そうすれば私も少しは誇ることができる。私がこれから話すことは主の御心に従ってではなく、愚か者のように誇れると確信して話すのです。多くの者が肉に従って誇っているので、私も誇ることにしよう。賢いあなた方のことだから、喜んで愚か者たちを我慢してくれるでしょう。実際あなた方は誰かに奴隷にされても、食い物にされても、取り上げられても、横柄な態度に出られても、顔を殴りつけられても我慢しています。言うのも恥ずかしいことですが、私たちの態度は弱すぎたのです。誰かが何かのことであえて誇ろうとするなら、愚か者になったつもりで言いますが、私もあえて誇ろう。彼らはヘブライ人なのか、私もそうです。イスラエル人なのか、私もそうです。アブラハムの子孫なのか、私もそうです。キリストに仕えるものなのか、気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。苦労したことはずっと多く、投獄されたこともずっと多く、鞭打たれたことは比較できないほど多く、死ぬような目にあったこともたびたびでした。ユダヤ人から40に一つ足りない鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石を投げつけられたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜会場に漂ったこともありました。しばしば旅をし、川の難、盗賊の難、同胞からの難、異邦人からの難、町での難、荒れ野での難、会場での難、偽の兄弟たちからの難に遭い、苦労し骨折って、しばしば眠らずに過ごし、飢え渇き、しばしば食べずにおり、寒さに凍え裸でいたこともありました。この他にもまだあるが、その上に日々私に迫る厄介ごと、あらゆる教会についての心配ごとがあります。誰かが弱っているなら、私は弱らないでいられるでしょうか。誰かがつまずくなら、私が心を燃やさないでいられるでしょうか。
誇る必要があるなら、私の弱さに関わる事柄を誇りましょう。主イエスの父である神、永遠に褒めたたえられるべき方は、私が偽りを言っていないことをご存知です。ダマスコで荒れた王の代官が私を捕らえようとして、ダマスコの人たちの町を見張っていたとき、私は窓からカゴで城壁伝いに吊り下ろされて、彼の手を逃れたのでした。それでは、今日のメッセージ、本物の力、聖なる誇り。今週と来週、2週にわたって同じタイトルで第2コリントの御言葉を取り次ぎたいと思います。今日はその前半、本物の力ということについて考えていきましょう。16節以下のところを今読んでいただきました。先週は偽使徒ということについて、説教者から学びました。偽りの、周りだけのという非常に怖い課題が与えられてきます。私たちの信仰はある意味信仰者といえども偽物になる危険性があるということ、偽善者になっていくということでしょう。またそれは私たちをある意味偶像としていくことになります。自分を偶像にする、偶像、アイドルと英語で訳されますけれども、自分をアイドルにしてしまうということが、自分を偽りの信仰に陥れてしまう、ある意味大きな誘惑になっていきます。ここで考えていきたいのですが、虚構の信仰生活というのはどういうものでしょうか。パウロはここで愚か者という言葉を用いて16節以降語っていますが、愚か者は自分を誇るのだということですね。自己推薦という言葉が出てきましたが、自分をこの誰かと比べて自分のが良いのだということを言っていきます。これは福音書を見ていったときに、イエス様がファリサイ人の人々や律法学者たちに対して、この偽善者と言った。 そして彼らは白く塗った墓のようで、外側はきれいだけれども内側は強欲に満ちているといったことに通じていくのだろうと思います。でこのような思いは18節にあるように、多くの者が肉に従って誇っている。自分のこの肉の思い、いわゆる世俗的な考えや欲望から出ていることなのだ。聖なるものではない、俗なものであって、それは清め分かたれた思いではないということをはっきり言っています。ここでパウロは一つの思考実験って言ったらいいんでしょうか。もし自分が愚か者のように誇ってみたらということで、パウロ自身が誇り出すのです。面白いですね。私も誇ることにしようと18節にありますけれども、それが19節見てどんなにバカバカしいことか、まあ自分が誇ってみるから、皆さん、まあちょっと聞いてみてください、どれほど自己推薦して自分をこのアイドルにしていくということが愚かしいものであるか、自分はこんなにやってんだ、こんなに頑張ってんだって、まあ今言ってみるから聞いてみてください。22節から、彼らはヘブライ人なのか、私もそうです。イスラエル人なのか、私もそうです。アブラハムの子孫なのか、私もそうです。キリストに仕えるものなのか、気が変になったように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。しもべなのだと。キリストに仕えている、献身者のだと。当時、おそらく、初代教会、原始教会に入りつつあった異端的な考え方も持っていたでしょう。異端的な考え方は恐ろしいものです。イエス・キリストを神として信じていく、神の子として信じていく信仰よりもスーパーマンのように何でもできる人というふうなことを教えていきます。またそれに至る道がこう知識によって得ていくことができる、
それはグノシスっていう考え方だろうと思うんですけれども、そういった異端が入り込んでいた。それによれば、ある種の方法をとってキリストに近づいていくことによってキリストを知ることができるっていうふうなことを言っていくわけです。そこの危険っていうものは、偽人たちがある意味キリストに至る模範になっていくのだから、自分たちの言うことに従いなさいというようになっていくのです。ここに恐ろしいことが起きていきます。神に仕える献身者があろうことか自分を信じるものにしようと、まあ言うなれば自分をキリストをこの何て言うんでしょうか、知る唯一の手がかりのようにしてしまって、自分を偶像にして自分にリスペクトを集める、尊敬を集めるような、また自分を通して信仰しなさいというような、ある意味自分を信仰しなさいというようなことをしていきます。これはカルト的なことになっていきます。私たちの信仰が本物になっていくために、そういった考えは捨てていく必要があります。旧約聖書でエレミアはこのように言っています。どうしてこのためエルサレムは背くものとなり、いつまで背いているのか。偽りに固執して立ち返ることを拒む。偽りに固執して立ち返ることを拒む。それこそが滅びの第一歩となっていったことは、旧約聖書が証しして私たちに教えていることです。高慢なおごり高ぶる信仰者というものは、その足元をすくわれ、いつか壊れていきます。それは偶像が朽ちるように、偶像が何の力も持っていないように、欲望の行き着くところであり、それは私たちの都合の良い、欲求のこの具現化されたものではあるけれども、その中に本当の恵みや本当の神性は存在していないということを考えなければなりません。私たち自身が偽人にならないこと、まずこれが必要なんです。パウロが言っているように、私たちは気が変になったようにキリストを求めていくほどに、キリストを熱愛しキリストに従順に従うものになっていきたいと願うものです。さて23節で、今気が変になったようにというところを読みましたが、その以降のところを読みますと、苦労したことはずっと多くということの書き出しの中からパウロの告白が始まっていきます。パウロのある意味愚かな自慢が続いていきますが、この愚かな自慢、そうですね、私はですね、ここでパウロが自分の経歴とか自分の能力を言っていくのかなって、普通の文脈だったらそうだろうなと思うんですが、ここで思うことは、このさっきの第二コリントの6章にあったように、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓っていうことがここから出て、先にもう予告されているんですが、そのことが出てきます。こういったいろいろなこと、いわゆる試練、困難、苦難といえるような事柄が続いていく中に、パウロはそれを誇りにするのだと言ってます。これは誇るべきことでしょうか。こんなに苦労したという苦労の積み上げを彼は言っているのでしょうか。まあそう捉えることもできるでしょう。しかしここで言うことができるのは、信仰者の道に困難が必ずあるということです。信仰生活、これを送っていく中に、ヘブライ人への手紙に有名な言葉がありますが、およそ鍛錬というものは当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた身を結ばせるのです。すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、競争を忍耐強く走り抜くようなものが信仰の完成者であり、イエスを見つめていく私たちの生活には必ずセットになってくるという意味があるでしょう。パウロはこういったものこそが誇るべきことではないか。本当の知識、本当のキリストに至る道というのは、困難というものをたどることを通して、神がいなければ自分は存在していないという
神の不思議に出会うことを言うのではないでしょうか。難あり、困難があるところにありがたさがあります。これは富岡浩介が大切にした言葉であります。富岡浩介が作った家庭学校には難ありという言葉が掲げられています。礼拝堂に行くとそれが掲げられてるんですね。難あり、しかし難あるところにありがたし、感謝が生まれてきます。神がそこに臨在をしていたということ、神が共に苦しんだということ、神がその場に共にいて私たちをおぶっていったということ、背負っていったということ、私たちの重荷を担って私たちの苦しみを共に味わいつつ歩んでいったこと、それどころか私たちをあがなって十字架にかかる苦しみをも厭わなかったということ、ここにキリストの愛を知ることができる。キリストの愛を知ることこそ私たちの神の臨在の体験の中核となることはないのだと私は信じます。それこそが私たち現代人が歩むあれのではないか。試練と困難の中に歩むことはある意味砂漠を歩むように、水や食べ物がないような枯渇した魂の状態に置かれることを意味しないでしょうか。私たちはそういう時に潤いがなくなり、また霊の糧が閉ざされたように思います。しかしそこに水が与えられ、そこにマナが与えられる、それこそがキリストの与えられる尽きることのない泉となって、私たちに潤いを与え、天から降るマナのように聖書の御言葉が私たちの生きる糧となって私たちを生かしていく。私たちが困難の中を歩むときに、そこに神の臨在がある。その臨在の中に私たちは聖霊の炎をいただいて、その聖霊の炎が不思議と尽きないことを通して私たちはキリストに仕えていくということを学ぶのです。これはモーセが荒れ野で燃える芝の中に神の声を聞いたのに相当するような私たちの霊的体験であり、霊的巡礼ではないかと思うのです。私たちはこのような体験を軽んじてはなりません。難ありと言えますが、そこに感謝ありです。そう信じたいものです。30節からのところを見ていきますと、そういう弱さを誇っていくこと、誇る必要があるならば私の弱さに関わる事柄を誇りましょう。ここに弱さこそ強さになっていくという、本物の強さになっていくというパウロの逆説的な、パラドキシカルなと言った方がいいでしょうか。そういった御言葉の恵みに私たちは触れることができます。ヤコブ書の4章のこのような言葉があります。それでこう書かれています。神は高慢なものを敵とし、謙遜なものには恵みをお与えになる。ちょっと飛ばして9節、悲しみ嘆き泣きなさい、笑いを悲しみに変え、喜びを憂いに変えなさい、主の前にへりくだりなさい、そうすれば主があなた方を高めてくださいます。悲しめと嘆けと泣けと、しかし涙とともに巻くものは多くのものを収穫物と巻くように、惜しんでわずかしか巻かないものでなり、私たちはキリストに対して困難をも厭わず惜しまずにこの身を捧げていく、惜しまずに私たちは信仰生活の中に与えられる祈りの時間、聖なる時間、礼拝を捧げる時間、賛美をする時間を持っていきたいと思うのです。世のことを考えるよりも神のことを考える、そんな生活にしてはいかがでしょうか。この秋私たち静まって考えたいのです。コロナがありました、いろいろなことがあってこのような配信も続いております。皆さんどうだったでしょうか。この間にある意味荒れ野を通ったのではないか、ある意味悲しみや憂いがあったのではないか、しかしそれを笑いに変えていく、それを喜びに変えていく、笑いに変えていくには、私たちがもっと神に委ねていく、もっと神が変えてくださることを信じていく、
そのためには私たちのうちに働く神の霊にもっと期待をして、神の霊の臨在に対してもっと私たちが心を開いて、神の霊の働きを妨げるようなものを捨てて明け渡して、その臨在の働きに委ねていく必要がないか、そう思うのです。同じヤコブへの手紙の3章にはこのように書いてあります。17節、上から出た知恵は何よりも純真で、さらに温和で優しく従順なものです。憐れみと良い身に満ちています。偏見はなく偽善的でもありません。義の実は平和を実現する人たちによって平和のうちにまかれるのです。上から出た知恵、ソフィア、上智大学の上智、上から出る知恵という意味です。これはそれこそは純真、温和、優しさ、従順、憐れみ、そういった良い実なのだと。こういった実を私たちは結んでいかなければならない。霊に期待してそれが30倍60倍100倍、そのように増し加えられて、私たちという欠け目の多いものが、弱さだらけのものが、それを誇りとしていくことができるの。それは神がそれらの憂いや悲しみや嘆きを喜びに笑いに大きな力に変えていくことができるからなのです。要塞をも破壊するに足りる力を私たちに与えてくださるために、私たちが誇りたいのは私たちの弱さではないでしょうか。来週この話はまだ続いていきますが、そこに本物の力が与えられていく、このことをもっと信じ、私たちは信仰を高めていく必要がないでしょうか。パウロが語っているローマの信徒への手紙を読んでみましょう。8章を開いてみたいと思います。8章28節、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。万事が益となるご計画がある。でも同じ8章にはこうも書いてあるんですね。パウロが言っています。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か。でも大丈夫だと。私たちを愛してくださる方の方によって輝かしい勝利を収めています。私たちは確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主イエス・キリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。今日この言葉に大きな望みを抱いて進んでいきたいと願います。イエス・キリストは勝利者です。私たちは勝利できます。私たちの肉の力によってではなく、神の霊の力によって、私たちが弱さの中に神の臨在を覚えたとき、私たちが枯渇するような荒れ野のような体験の中で、試練の中で神に出会うとき、もうこれ以上自分の肉の力では何も成し得ないと思う中に、神が働いてくださる豊かな恵みに触れるときに、私たちは信じられない体験をすることができる。これを私たちは恵みというのではないでしょう。それこそが本物の力になっていくのです。万事が益となっていくことを信じる信仰がその力の中核になっていくということを知りたいのです。私たちのために弱くなったキリストが共に歩んでくださいます。十字架にかかったキリストが私たちに救いを与えてくださいます。十字架にかかったけれども復活したイエス・キリストが私たちに永遠の命を与えてくださいます。信じましょう。お祈りをいたします。恵み深い神様、私たちに弱さを与えてくださっていることを今感謝をして祈りの時を持ちます。弱さを覚え行きざまあるとき、
どうか私たちにあなたが働いていてくださること、絶望の波に打ちひしがれてしまうような時に私たちの一番近くにイエス様がおられることを信じることができますように。パウロもまたいろいろな難困難を覚えました。それを挙げればキリがないほどだと愚か者のように彼はあえて言いました。その中に偽人たちは知ったことでしょう。自分たちがいかに力を誇りとしていたか、己の力を虚構のように上辺だけの信仰としてひけらかしていたか。しかし本物の信仰は私たちの弱さのうちに神が働くというダイナミックな力です。そしてそれは豊かな実りをもたらし、30倍60倍100倍へと私たちの欠け目だらけの弱さだらけのこの信仰生活を豊かな実り深いものへと変えるものです。どうか私たちにそのような霊的な体験をさせてください。私たちはこの身を差し出しますから、あなたが悲しみを喜びに変えてくださり、涙を笑いに変えてくださり、そして失望を希望に変えてくださるようにお願いをいたします。そして終わりある私たちの朽ちるものを朽ちないものへ、永遠のものへと変えてくださる約束を信じるものへと私たちを導いてください。そして私たちの本物の力が練り清められて練り作られていくことができるように導いてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。御言葉に応答し、祈り心を持って一つ賛美を捧げます。旧聖訓歌集281番思いを超え与えられる一節を賛美しましょう。聖詠を賛美いたしましょう。御栄えあれ。たたえます。
仰ぎ恋願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今もいつまでも一同と共に豊かにございますように。アーメン。今週も最後までご視聴いただき、共に礼拝を捧げられて感謝します。訪問サンデー、私たちも誰かを訪ねる秋にしたいですね。コロナでなかなか叶わないかもしれませんが、心を訪ねる、手紙を書く、電話をする、メールを送る、いろんな方法があるかもしれません。試してみられてはいかがでしょうか。11月になりました。次第次第に涼しさが募ってまいります。朝晩の寒さにお気をつけください。今週1週間が皆様にとって恵み深き豊かな1週間となりますように心からお祈りいたします。